はい、こんにちは。日本改革徳澤です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。NHK 中国人アナウンサーが国際ラジオ放送で尖閣は中国領土と叫んだ事件について講談社フラッシュ、国際放送は日本国内の文化や情勢を海外向けに発信する国家事業という位置づけで税金も投入されているため、調べたら36億円ぐらい投入されてました。事件の顛末を総務省と国会で説明することになるでしょう。 NHK 上層部は、彼はスパイだったのではないかと本気で心配しています。スパイだったのではないかNHK 内部に入り込んでそこで得た情報を本国に伝えていたのではないか、とか言ってるらしいんですけど、世論です。疑惑じゃねえ、わざとのくせに。トカゲの尻尾切り、本体もズブズブ。何を今さらいすぎること言ってんだ。スパイだったのではないか、じゃねえよ。スパイ疑惑に大当てじゃなくて、スパイがバレて大当てだろう。NHK はスパイされた被害者ですってか。まあ世界中どこにいてもですね、中国共産党の命令に人民が従わないといけない。従わないと本土の家族を害するっつうですね。人民動員法っていうのがあってですね、つまり全ての人民は潜在的なスパイなんですよ。中共の命令でいつスパイになるかわかんねえっていう連中なんです。連中からしてみたら本土の家族害されっから人質に取られてっから言うことを聞かざるを得ないんですよね。だから人民を雇った時点で潜在的スパイがいつスパイ行為するか警戒してないといけないんですよ。スパイだったのではないか、じゃねえよ、しらじらしいってね。中央電視台と仲良しで一体化してる NHK 本体がですね、中共のスパイも同然ですよね。珍しく情報源がですね、NHK 関係者じゃなくて NHK 職員とあるので、フラッシュ記事ね。この記事は私らスパイされた側なんです、被害者側なんですって逃れたい NHK の意図が反映していると見て間違いないですね。で、職員に命じてフラッシュにこう喋ってこいね、言ったんですね。中国語で中国人向けに日本の情報を発信するのが国家事業ってなんだそれ、全くの必要ないどころか中共にいろいろ知られちゃってむしろ有害なんじゃないの。これ税金投入してそれやってるって自民党議員おかしいって思わないの。話は変わりますけれども、NHK 経営計画2024-2026から抜粋であります。ここの図ね。で、左下のグラフありますけど、NHK 自身が2027年度の受信料売上は5770億円と試算しておりました。まあ甘いと思うんですけどね。26年から27年の落ち込みがガタッとすごいんで、灰色の部分なんですけれども、これでここをガクッと死亡者が増えるのかなって思ったり、受信料のピークは2018年でした。7122億円ね。それ以降は右肩下がりなんですけれども、これが5770億円に落ち込めば実に1350億円、約2割の落ち込み、22歳で就職した若者はですね、定年まで43年間働くことになりますよね。定年65ですもんね。43年後、NHK ないよ完全にないよ。 NHK より先に民放もなくなるよ。43年あるんだもん、あと、多分映像制作会社にまで落ちぶれてネット配信って食ってるぐらいにまで落ちぶれてますよ。テレビいいわ。テレビに就職したいなんて若者がもしいたら、いないとは思いますけど、全力で止めないと。未来ある若者が未来を棒に振るのは見てられませんから、もうテレビねえよ
10年後だって怪しいよって言って止めねえとさ、高石さん推薦人20人の目処がついたそうで、山田博士参議来週中には発表があるのではないかと、世論です。やっと来たか。決選投票は高市 vs 小泉かな。推薦人剥がし工作されてるらしいから確定するまで黙ってた方が。ヤフコメ人気はダントツだが、果たして初の女性総理で汚い自民のイメージ払拭できるといいね。高市さんの推薦人が一番豪華そうな気がする。河野と石破じゃなければ自民議員の良識の判断材料になる。ごちゃんには高市さんだけは嫌って発狂パヨが多いよな。高市さんが総裁にならない限りガチ保守層は戻ってこないからな。小林と支持層が被ってそうだけど票割れしちゃう。高市さんとレジ袋で決選投票と予想します。私はまあ外れかもしれないですけど、自民議員が最重要視するですね、誰とのツーショットポスターが当選できるかってあのことなんですけど、レジ袋は若いしおばはんの受けはいいでしょうけれども、まあ、高市さんもね、あの初の女性総理って受けがあるよね。受けポイント、アピールポイントありますね。そして女性ということでじいさんおっさん受けがいいですよ。進次郎はおばはん受け、高市さんはじいさんおっさん受け、自民議員が次に最重要視するですね、操れそう、甘い汁吸えそう、玉ぐらがしてっていうのは、まあ、レジ袋が圧勝ですね。賢い人をですね、劣る人間が操るってないからね、ないよね。すべての場合で賢い方が賢くない方を操ってんだから、保守全開の杉田さんや小野田さんや青山さんは操るっていうより共闘するんだろうから、そうするとね、あの高市さんを操れるほど賢い自民党議員いるかっていう話なんですよ。もの高市さんよりもの知ってる自民党議員いるかって話なんですよ。だいたいどいつもこいつも分かってねえやつじゃん。青山さんとか小野田さんとか抜いたらね、高市さん、あの不必要な綺麗事には騙されませんからね。俺が言う綺麗事をお前らが実現しろっていう、パヨはみんなそればっかですんで、そういうやつには飽き飽きしてるでしょうからね。なんとか頑張ってもらいたいなと思っております。それに小泉進次郎総理になっちゃったらよ、外交に行った先でですね、他の国の通訳が悩んじゃうでしょ。これなんて訳したらいいのわけわかんねえんだけど悩んじゃうでしょね。聞くとマクロンとトルドーももっとひどいって話なんですけど、何言ってかわかんねえっていう、マクロンとトルドー、どっちも赤い連中ですね。韓国野党の共に民主党、日本の植民地支配を美化したり親日行為をした者を公職から排除する法律を作る。だって、韓国ネット世論もおおむね好評。断交が進んでいいなそれ、向こうから離れてってくれるのなら越したことねえなって思うんですけれども、世論です。いやそこまで言うならさっさと断交してるなんて素晴らしいんだ。前科者を議員にさせない方が先では。明確に日本の敵と世界に発信。さすがヘイト大国。旭日旗禁止だの対外成立せんけど今回は頑張れよ。公職追放では足りない死刑でいい。リアル事実陳列罪とうとう成立か。よし日本も見習って永住許可取り消し、財産没収して強制送還しよう。この板にもすごい湧いてたな、発狂したやつが。強制送還とか言うと買っとくんですよね。日本の植民地支配、まずそこから間違ってますねこれ。併合は植民地とは違いますからね。併合した日の朝鮮の新聞一面ね、これで我々も一等国の国民だって大喜びしてたんですからね。親日活動を法規制するって言ったら好きにやれって、どうでもいいって話。事実陳列罪リアルに作るって言うんだったら好きにしろって、慰安婦は自由意志の風俗嬢であったっていうと公職追放されるんだよ。いや足りねえ、死刑にしろって話、むしろやれって感じだよ。日韓断交はかずって誠にめでたいですからね。今日の単身です。台風10号発生、28日頃大阪に上陸する進路を取っているみたいであります。関西の皆様くれぐれもくれぐれもご注意ください。茨城県
土浦市の農家から収穫前の梨2700個が盗まれる。犯人がどういう属性ですか？分かっちゃいました私には。実習から逃げ出したやつらでしょ。どうせ日本人ね、そんな梨大量に盗んでも現金化できませんよ。それに農家が気の毒でとってもそんなことしませんって。どういうやつらが盗んだか分かっちゃった、私には。もうほぼね確定に近いとは思いますけれどもね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。